はい、毎日学習会の林です。早速やっていきましょう。今日はですね、これはまあ工房の総合人間科学部の看護学科っていうことでやっていければなと思います。よろしくお願いします。でまあ工房の話で、まあ、総合人間科学部の看護学科ってことで今やってるんですけれども、まあ看護学科に関しては何だろう、こうとりあえず何でもいいから適当に看護学科受けようっていう方多分ほとんどいないと思うんですよね。だからさっき社会学科とか社会福祉学科の時に、あるいはまあその外国語学部とかの時に、なんかどの学部受けていいか分かんないけど、とりあえず上智入りたいって人がまあ受けるとしたら、まあそういうところはいいんじゃないとか、逆になんか例えば哲学科とか心理学科とか本当にその分野が好きでこうガチでやりたいって人が受けるようなところは、なるべく多分選択肢から外した方がいいよねとか、そういうお話をちょっとさせていただいたんですけども、まあ、そういう意味で言うと看護学科ってのはまあ本当にガチで受ける人ばっかりだと思うんで、そこでこうそんなにね、こう看護学科をその遊び半分で受ける人っていないと思うから、まあ真面目に看護でやりたいっていう人多いだとは思います。ただまあ一方で看護学科をまあ目指すっていう話の時に、まあ、例えば慶応の看護とか、まあ、順天堂とか、まあ、その辺行きたいって形でやられる方多いと思うんですけど、結構見てるとその看護系の方、その基礎学力的な部分がちょっとこう自信がなかったりとか、それこそその普段現代文とかそういうのを解いてて、あんまりこうそういうところでこううまくいってない方って非常に多いなというふうな印象を受けるんですよね。でそういうところの、まあ、克服法とかそういうところも含めてちょっとお話をしていければなと思います。よろしくお願いします。で看護学科に関して言うと、まあ、これちょっと問題見ていくと、相手のあるコミュニケーションの必要性を踏まえ、筆者の考えを踏まえ、自己の経験を用いたあなたの考えを800字で述べなさいっていう問題なんですけど、この自己の経験っていうのが、例えば看護学部とかだと、看護学科とかだと、まあ、いわゆるなんかこう看護体験してきてなんかやってきてくださいとか、そういう話があったりとか、必ずするんですよ。これ他の大学とかでもそうなんですけども、でそういうものをそのしっかり受けて、それに関してやっぱり自分の言葉でちゃんと言語化できるようにするっていうところがすごい大事で、まあ、看護系のその学科の過去問、まあ、これ例えば慶応の看護とかでもそうですけれども、そういうところを我々結構持ってますんで、そういうのをとにかく一通りやるって、そのいわゆるこういうその何でしょう、看護体験とかそういうのをおそらく踏まえてっていうのを暗黙の前提にしてこう書かせるような問題っていうのが、看護系の学科とかだと非常に多いと思いますんで、それ例えばその30年分とかで、まあ、書き直し3回ぐらい書き直ししてやっていくっていうことができると、それだけでやっぱり全部違うんですよね。そこをちゃんとしっかり認識してやっていくっていうところが非常に重要なところだと思いますんで、そういうところはやっぱり一通りやっていただけるといいなっていうところがあって、もうそれに尽きると思いますんで、そういうところをしっかり考えながらやってみていただければなというふうには思います。